きちんとあのお子ちゃんのおへほーわーお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 ーエリクリおやすみーわーおーゼルの数がおー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 ブセテジバビバイだおー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 特技グサさん12月25日ゼロの箇所が多い12月25日の情熱的なクリスマスケーキありがとうございます。エリークリスマスです。そしておやすみなさいませ。およーありがとうございます。あ、そうだ、お紅茶をお入れしなければ少々お待ちを。おにゃーこれでグサさん一個にはある情熱的なクリスマスケーキをありがとうございます。メリークリスマスあと6万人おめでとうございます。わーありがとうございます。やったーやったー6万人6万名様6万名様ありがとうございます。ありがとうございます。おにゃ NK、アステロイドグサさんですかね。ハチスパちゃんわお、いつもありがとう。こちらこそです。わーい、おいしそうなローストチキンです。ありがとうございます。わーいわーい。じゃあ皆様にちょっとお入れしますね。少々お待ちを。おいにゃーカルディアグラシーグシャシャン夢の中からエリークリスマス。すごい、え、夢の中から今いらっしゃってるんですか。わー夢の中からクリスマスケーキ、情熱的なツヤツヤのイチゴの中クリスマスケーキ、本当にありがとうございます。じゃあお入れしますね。あ、こちらですね、あの写真には撮ったんですけど、あのクリスマス、あ、じゃない、お誕生日にいただいたあのマイセンのティーカップを下ろしまして、こちらに入れさせていただきます。この素晴らしい音を聞いてください。あのこのティーカップのこの透き通ったこの音、はあ、素晴らしい音。ミュキグサさんメリクリエリー、わーよ、これあクリスマスツリーだ、わーありがとうございます。黄色よ、花よいしょ。じゃあ進みますね。ひび割れ警察だ、大丈夫です、ひび割れてません、大丈夫です。こちらお茶代しか出せないクリスマスさん、お茶ありがとうございます。マイセン使ってくれてありがとう。メリークリスマス、わーいわーい、こちらこそ素敵なプレゼントありがとうございました。後であの写真アップしますのでね。あとあのいただいた砂時計も一緒に使用し、あのこのランネベルトさんのおしゃれな砂時計で、あの紅茶入れさせていただきまして、こちらもあの一緒にお写真に入れてあります。ありがとうございます。you
ローカの香りがすごい落ち着きますね。それはアールグレイではないのでは？でも一緒にいただけるのはいいことですね。ねえ、いい音、上品な音なんですよ。どうぞどうぞ。ねえ、ベルガモット安らぐのです。そのアールグレイ発泡してねって言われてますよ。ビールグレイじゃねえかって言われちゃってますけど。じゃあちょっとお写真今すぐに出せないんですけれども、7時ぐらいにツイートさせていただいたあのブッシュドノエルさんを一緒にいただきたいと思います。いただきます。クレボッチでしたか。クレボッチとはクレマ、あ、マロンのクリさんじゃないですね。クリスマスにひとりぼっ、あー、クリスマスにひとりぼっち。そもそも私が勤めている住み込みでメイドとして働いておりますので、うん、一人で過ごす、まあ実質にいるときは一人だったりしますが、大抵いろんな方と一緒におりますので。クリスマスって今日じゃないの？今日ですよ。今日メリークリスマス。ボイス、ボイス聞いてないなって言われちゃってますね。そうなんです。クリスマスパーティーの様子はクリスマスボイスで皆さんと一緒に過ごしている様子をお聞きいただけるようになってます。タイムスリップ。あ、いいえいいえ。これでまた単語を一つ覚えました。クリぼっちって言うんですね。でも一人で過ごすのもなかなかゆったりとした時間が流れていいと思いますよ。うん、やっぱり一人でしか感じられない、一人でいる時にしか感じることができない思いとか感覚とか、感覚が研ぎ澄まされたりしますしね。なんかこう季節の移ろいとかをすごく見るのには、やっぱり一人でぼーっとしてるときに、あー今日の空はいつもより高いな、秋が近いなとか。ね、そう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 、一人も一人でまた楽しいのよ。そうそう、おっしゃる通りなんですよ。そうそう、人それぞれです。ラッキーリカーグシャシャ、気づいたら寝落ちてたのでアーカイブが、およー、先ほどの両国の大事市長のことでしょうか。ありがとうございます。二次三次のオレンジの、あ、これは二次三次の美味しそうなローストチキン、ありがとうございます。ジュルイ、モンブランの上に乗ってるやつかな、クリぼっち。確かにモンブランの上に栗さんが一つだけしかないから、それもクリぼっちさんかもしれませんね。じゃあいただきます。ブッシュドノエル、切り株を模したロールケーキさんのことだそうで、いただきます。すごい横から見ると本当にキリカブさんみたいで可愛いです。いただきます。うん、おいしいよ。うん、
そしてここにアールグレイをいただきます。いやあ、組み合わせ最高ですね。不思議遭遇者さん、不思議遭遇者さん、なんだかポケモンさんみたいで、すごいアイコンさんも可愛い。草可愛い。エリーちゃんの配信見れるからクリボッチ万歳。わーい。あー、これモンブランさんの上に乗っかってるクリさんですかね。わー、マロン、美味しそうなマロン、ありがとうございます。絶妙なバランスで入っているチョコレートにちょっと渋めの紅茶が合うこと合うこと、そうなんですよ。このチョコレートが、このあのチョコレートとオレンジってそもそもこう合うじゃないですか、同じ柑橘系の。それと同じようにあのチョコレートとその柑橘系の爽やかなね、ベルガモットの香りがふわーっと変わって、こうチョコレートのすごい甘いあのお味にこの爽やかな香りが入ることによって、何でしょう、相乗効果がね見込まれるといいますか、美味しいんです。このお湯入れて3分でできる激辛ブッシュドノエル、美味しい。いろいろツッコミどころが満載ですね。まずお湯入れて3分でできるブッシュドノエルはブッシュドノエルじゃありませんし、激辛なのもブッシュドノエルじゃありませんね。お茶代しか出せないクルシェグシャスちゃん、あー、噛んでしまった。クルシェグシャー、あ、クルシェグサーさん、おととし食べた抹茶のブッシュドノエル美味しかったのを思い出したのでポチー。わー、すごーい。わー、これはお抹茶のブッシュドノエル、ありがとうございます。お抹茶のブッシュドノエルがあるんですか、おしゃれ。すごい、合いそうです。あ、登録のコマにおめでとうございます、ありがとうございます。って思ってたら、皆様のねお力によってありがたいことに達成いたしまして、カップドノエルですね、なるほど。ペヤングノエルかな、ペヤング、先輩方がたまにあの罰ゲームなどで食べてらっしゃるあの激辛さんの焼きそばでしたっけ、ペヤング激辛マックス、ちょっとすみません、名称覚えてないんですが、マックスエンド、マックスエンドです、それでしょ。激辛さん、いいね、辛いの辛いのはあの中辛程度、あのカレーの中辛程度でしたらなんとかっていう感じですね。それもあのちょっと辛めの中辛さんはもう多分食べられないので、まあかといって甘口じゃないとダメというわけでもないので、そこそこあの激辛系は本当にごめんなさいです。ほら、口に食べ物入れたまま喋ってはいけません、失礼しました。その通りでございます。しゃ、蜂蜜で緩和せなな、そうですね、そうなんですよ。以前ね、あの結構辛いものがお好きなあのお客様がお屋敷にいらして、でそのカレーの残りというか、まあちょっと多めに作ってくださったんですけど、あのコックさんが、でちょっと結構辛めな
カレーさんだったので、何かを入れて辛さを緩和したい皆さんはお知恵をお貸しくださいお借りしたいですっていうお話をねツイッターでさせていただいたらいろいろ牛乳がいいようですとか蜂蜜がいいようですとかあとラッシーっていうねお飲み物も合うよとかあと何でしたっけあそう卵もありましたねそうなんです皆様よくご存知で蜂蜜は適量でそうなんですよね蜂蜜事件そうなんですよ入れすぎてしまったんですよねその時にね一杯スプーン一杯ほど入れて美味しいってなってもうちょっと入れた方がもうちょっと辛さ緩和できるのかしらと思ってもう一杯入れてしまったが最後甘々さになってしまって悲しみまあこれもね成長に必要な事件だったのでしょううんじゃがいもすりつぶしながら食べると辛みが和らいだりするじゃがいもさんもそういえばいいよってお話をリプライでいただきましたねお、ミンデューグーサーさんがビュッシュドノエルについて解説をしてくださっているありがとうございますうんあ、そう、フランス語だそうですねフランス語でノエルがクリスマス、ビッシュが、木、丸太でクリスマスの木の意味なぜ丸太の形のなのかについてはいくつかの説がある北欧の古い宗教的慣習ユールで使われた丸太を田舎の風習を守るためにパリでユールログをかたどって作ったものもう一つにはキリストの誕生を祝い幼い救世主を温めて守るため暖炉で湯通し薪を燃やしたことに由来するとも言われるありがとうございますすごい勉強になりますそうなんですよねお屋敷ではケーキを食べるという習慣があまりなくてですねクリスマスにケーキっていうのがちょっとなくてでクリスマスを祝うこと自体も私たちのお屋敷では最近始めたことなんですよねまあ昔からやってたという感じではないんですけれども献血はイノグサさんエリージョーメリークリスマスわーいありがとうございますクリスマスのニュースですかねふふふありがとうございますすごいそうそうクリスマスのクリスマスツリーに使われる木ってあの子もコニファーなんですよだからクリスマスの時期はコニファーの仲間がいっぱいいっぱい大活躍しているのです。そういえば慌てて配信ボタンを押してしまったんですけれども、そうすると慌てて妖精通信を始めてしまうと時間割表に乗らないんですねちょっと急ぎすぎちゃったなーってちょっと反省でしたねで
ポチーする前に手動で登録という方法があるんですけれども、そちらが、あいにゃー、およほー、クサエネルギーグサさん、登録者数6万人もおめでとう、ありがとうございます。よくの会社が多いでしょう、すごい、ありがとうございます、すごいすごい情熱的なクリスマスケーキが2つ、美味しそうな、じゃあじゃあのいちごの乗ったクリスマスケーキが2つ、ありがとうございます。わー、後で美味しくお屋敷のみんなと一緒にいただきます。そう、クリスマスパーティーの時にいただエリクさんの皆さんからいただきましたって言ってお出しするのもいいかもですね。おいしい。エリーと共に2回行動。お揃いですね、お揃い。みんなと過ごすクリスマス配信だっていいじゃない。確かにそうなんですよね。あ、そう、あのお給仕の準備をしていた時にあのプテちゃんさんが配信されていたので拝聴しながら準備していたんですけど、もうなんて可愛らしいんですか、プテちゃんさんって思いました。あのなんでしょうね、雑談もそうなんですけれど、もうクリスマスソングを歌ってらっしゃるプテちゃんさんのこの無邪気さといいますか、もう天使って思いました。もうずーっと癒されてました。可愛いよね、あれは可愛かった、本当に。あのもしまだご覧になられてない方はラトナプティちゃんさんのチャンネルに遊びに行ってみてください。あの最新の動画をご覧になってください。本当に癒されます、本当に癒されます。もう明日あれですね、あのクリスマスパーティーの後のお給仕の際またプティちゃんさんの歌を聴きながら作業しようかなって思うくらい本当に素敵でした。ね、そう、お歌すごいお上手でね、かわいい、かわいいし、お上手だし、癒されるし、もう幸せな時間でした。お三家はそれぞれ声がいい、え、嬉しい、ありがとうございます。そう、あのかかちゃんさんもね、あの癒し系なお声をされてますよね。ぺてちゃんさんも癒されますし、かこちゃんさん、あの癒しもそうですけど透き通った感じのね、さすが龍の巫女っていう感じなんですけど、山頂の児玉愚者さん、ケーキの豆知識、生クリームケーキは一度冷凍してから解凍すると油脂がスポンジに染み込み美味しくなります。ただしフルーツは味が落ちます。へえ、豆知識、いい子さんの豆知識ありがとうございます。わあ、そうなんですね。ケーキのことについては全然存じませんでした。へえ、冷凍、ま、現代日本ではね、あの冷凍するという技術がありますからね。そうか、素晴らしい、そういう方法もあるんですね。透き通った感じです。おい、あのココちゃんさんはあのあめみゃーめみゃー、あのわんわんみょみょみょがすごくすごくかわいい。そう、
むみゃんふにゃふにゃした声が癒される。そうですね、本当にふざけは癒しのハーモニーや、嬉しいモノマネをし、あの一番最初に真似をしたというか、あのココちゃんさんが来てくださって、あのコメントをお読みした時につい、あのココちゃんさんのあのお声をこう思い出して、似せようと思ったわけじゃないんですが、あの結果的にあの想像していたココちゃんさんの声と私の声が結構一致していたというそうなんですね。ウマミはモノマネ選手権あったら上位に行ける、いけますかね。あ、でもちょっと同期として、それはちょっと上位を狙いたいですねなんだかケーキをいただきながら、紅茶をいただいて、皆さんとお話しするのもいいですね。過ごすですとか、あの、ま、お屋敷に勤めてる場合は、まあ、あの、あまり里帰りなどはできないので、お屋敷の中でパーティーを開くことになりますが、まあ、その、ね、お屋敷の中でファミリーの方々と一緒にこう、ね、パーティーに出席させていただいたりとかっていうのが主流なんですが、なんだかあの日本ですと、あの好きな方と一緒に過ごされるのが結構お話によくね、あの出てきて、そうなんだってびっくりしました。全然違うと思って、日本ではご家族でクリスマスを楽しまれるのはあまりないんでしょうかね。大切な人とクリスマスが家族とって聞くね。あ、そうなんですか。あ、別れてるんです。へー、家族と過ごします。あ、いいですね。うんうん、それも結構最近の文化なのよね。あ、そうなんですね。日本の文化は独特だからね。うん、それはすごく思います。なんか不思議だなって思うことが結構ありますね。なんかすぐには思い浮かばないんですけど、うん、クリスマスもですし、あとでもハロウィンも不思議ですよね。本来ならば収穫祭であるはずなんですけど、いつの間にかあの日本ですと収穫祭というよりもなんかもう仮装をする日っていう風になっていたりとかして、うん、だから、同じイベントでも中身が全然違うんだって思って、うん、今自然にバチコーンってなってましたお正月が近いから家族はそっちってのもありそう。なるほど。お正月も独特な文化だなと思います。あのこちらでは特に年越しをこう盛大に祝うという文化がないので、こう
年が明けた瞬間にこう明けましておめでとうございますみたいなのが日本ですよね。だからなんでしょうね、クリスマスからすぐに年越しの準備をして、で年越しそばを食べて、で新しい年を迎えたらおせちという新年にしか食べないご飯をいただいてっていうね、面白いなぁと思います。あ、ライジングチャワムシグサさん、あ、お子ちゃん給水タイムですね、ありがとうございます。いただきます。あ、お祭り好きだからで納得した、なるほど、日本人お祭り騒ぎ好きやからね。日本には共通するルーツがないからね、現代的な理由でいろいろ形態が変わるのね。あ、確かに日本はこう一神教というよりかは八百万の神、いろんなところに神様がいるっていう風な捉え方をする方が結構多いですよね。どんなものにも神様が宿ってるんだよっていう。だからクリスマスはそもそも、キリスト様の生誕祭っていうことですもんね。で、それが日本ではあんまり根付いて、まあもちろんキリストを信じてらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思うんですが、多数派ではないから、まあそのキリストさんのお誕生日をお祝いするというよりかはこうお祭りをしたい、イベントだから楽しみたいっていう思いが日本の方は強くて、それでまあお正月は家族と過ごすから、じゃあクリスマスは好きな人と過ごそっかみたいな雰囲気になったんですかね。あ、多神教ともまた違うんですか、日本の到着信号。へー、あ、不問心なんでしたっけ、もう使われなくなったものに宿る神様とかでしたっけ。あ、クリスチャンの方もいらっしゃるんですね。そうですよね、クリスチャンの方だったら今日はキリストさんのお誕生日ってことですもんね。ツコモガミ、あれ。すみません、まだまだ日本の勉強がダメですね。つくも神って言うんですね。失礼しました。ね、中国も似たようなもの、日本だけじゃない。そうなんですね。中国の方々はそれこそ新年旧正月とかに盛大にこうね、爆竹をバチバチって鳴らして新年じゃーわっしょーいっていう感じ、わっしょーいは日本なのかしらっていう文化が強いですよね。とにかくド派手に新年を迎えましょうっていうイメージがあります。向こうは何でもスケールがでかいね。あ、すごい大きな大陸ですものね。中国も行ってみたいですね。むぐむぐかには。
ゴムゴコニファーなの妖精通信でしてるの結構あれじゃないですか、珍しい、久しぶりじゃないですか。天皇グサさん、もぐもぐ助かる、わーい。もぐもぐ、クリスマスリースありがとうございます。食べきれますか、エリちゃん。あの、ゆっくりゆっくりいただいてます。お紅茶と一緒なら、あの、お紅茶一つのケーキにお紅茶 2,3 倍でいただけるんじゃないですかね。スミスミの時以来、そうですね、多分そうだと思います。まず一人で、というか一人でもごもご配信をしたのは初めてでは。そうなんですよ、お紅茶はいつもいただいてますけど、まあちょっとあの、なんでしょうね、咀嚼音が苦手な方とかいらっしゃるかなとかいろいろ考えちゃったりもして、でもやっぱりあのエリクさんの方々と一緒に美味しいものもいただきたいっていうのも思ったりしてはいたんですが、ちょっとなかなか、だいたい使用人ホールでご飯をいただいたりとかするのが普通なので、こう妖精通信のお部屋に持ってきて何かをいただくということがあまりなかったので、でもね、あの一緒にケーキもいただいて、あ、召し上がっていらっしゃる方もいて、あのケーキじゃなくて、あの、なんでしょうね、あの、3分でできる激辛のなんとかさんと、なんとかをあの、召し上がられてる方もいたり、あとはあの、シュワシュワする麦のジュースをお飲みになってらっしゃる方もいて、でもこうやって一緒に何かをもぐもぐしながらゆっくりまったり過ごせるのっていいなって思います。そうですね、ソロで初めてでしたね。あ、悪夢見て起きたんだけど、エリちゃんの声ですごく癒されてる、ありがとう。あ、それならよかった、怖かったですね。悪夢はやーでーじゃねー。私もたまに見ますけど、なんだか怖くなっちゃいますよね。もういっぱい癒されてください。ゆっくりしていってくださいね。ボサンケコラボの時にはもぐもぐしてたね。そうでしたね、お鍋配信しましたね、懐かしい。もうあれから2ヶ月経っちゃうんですか、早い。いや本当にこのあのバーチャルライバーとしてこちらで妖精通信をさせていただいてから時の流れは本当に早くて、あ、ケーキあるけど家族が寝てるから取りに行けない、おいおいお、じゃあ今度アーカイブ見てまたご一緒しましょう。アーカイブをご覧いただいてケーキを持ち寄っていただいて、美しき涙。あ、ネギ切る時の音。ケーキあった、これで勝ちる、わっ。お医者しましょう。あ、すごい、通信を母体にしている国の方々と日本 の、 あの神様についての考え方、ああなるほど、あの海外のその唯一通信の国の方は、まあ、宗教行事で
日本の文化においてはなんかこうこれ習慣の一つになっている初詣などと同じ習慣になっているのだと考えられるっていうふうに考察していただいてますね。なるほど、面白いですね。はじめましての方、お帰りなさい。今ブシュドノエルをいただきながら、アルグレイをいただきながら雑談をしております。あら、やっとケーキ作り終えた。お酒飲むんや。え、すごい、ケーキを手作りされてたんですか。素敵。食事を作られたりとか、ケーキを作られたりとかするのは本当にすごいなって思います。私全然容量が悪いので。そしてお料理を担当するメイドではないので。キッチンメイドさんやコックさんはもうお手の物なんでしょうね。お仕事終わった。おやすみなさい。おやすみなさい。マジ良い夢を。あ、チュルンはマジで笑った。マロニーのお話ですね。お鍋のオフコラボの回の。お久しぶりの方もいらっしゃる。ありがとうございます。お帰りなさいですよ。一人でケーキを買う勇気はなかった。あら、ケーキを買うのに勇気必要なんです。食べたいものは食べたいときに堂々と買っていいと思いますよ。まあ、もちろん。ねえ、ココちゃんさん、なんでしょうね。いや、もうココちゃんさんのお顔はもうずっと見ていたいくらいお可愛らしいんですけど、なんかこう笑っちゃいけないって言われた時にこう二人とも真顔で見つめ合って、でココちゃんさんがマロニーをこう口に含んで、でちょっと口からマロニーちゃんがこうピロンって出てるところをこう二人して真顔で見て、でそのままそのココちゃんさんの口元のマロニーさんがこうピロンってこう口元に吸い込まれる、そのシュールさがもう。だからその笑ってはいけない、でもお互い間をっていうところにそのギャップでね、やられてしまったと言いますか。そうそうそうなんです。不意打ちに笑ってしまったんです。そうそうしたらまた笑っちゃった。ですよね、ですよね。御三家お泊まりでエリープラス料理かっこフレッチトーストイコール思い出すものコギー、そうなんですよ。私勘違いをしていて、レシピの両面を15分で焼くっていうところを両面で15分焼くんだよっていうふうに文献で書いてあったので、あ、じゃあ片面15分ずつなのかな、結構5時間かかるなと思いつつこう熱していたら、もうひっくり返したらコギーってしてしまって、あいやーってなって、でマシュマロいただいたマシュマロで両面15分ってもし書いてあったら、それは片面は7分っていうことだよって教えていただいて、そういうことだったのですかと思って。マロニー 3D 化して。
できるんでしょうか。まあでも今はね、結構技術力もどんどん高くなってますから、そりゃ焦げるわ。そう、7分半ずつだったそうで、だったみたいですよ。眠れなくてきたけど、エリーちゃんの声聞いてたら眠くなってきた。おやすみなさい、メリークリスマス。まあよかったよかった、メリークリスマス、おやすみなさい、良い夢を。でも朝食美味しそうだったな。ああ、ありがたいです、そう言っていただけて。でもちょっとよそい方が私、ヘタッピさんだったので、あんまり美味しく見えなかったかもしれないんですけど、イングリッシュブレックファーストをね作ったんですよね。で、本当はおまみさんはコーンじゃなくて、ベイクドビーンズっていうのを使うのがイングリッシュブレックファーストなんですけれど、ベイクドビーンズはお二人とも苦手だとおっしゃったので、あ、じゃあ同じようなもので代用しましょうってなって、コーンにしますって、じゃあそれでみたいな。料理配信また見たよ、嬉しいです。来年中に ASMR というと語弊がありますかね、バイノーラル、プテちゃんさんのお家でそのお鍋配信や朝食配信をした時と同じように、こうバイノーラルマイクを使って配信できたらなって来年は思ってます。ラジグサさん、3時になりましたので寝ようと思います。少ないですが気持ちです。今回の配信も楽しめました、ありがとうございます。体には気をつけてください、おやすみなさい。メリークリスマス、ありがとうございます。綺麗なクリスマスリース、嬉しい、ありがとうございます。本当に全然少ないとか全然お気になさらないでください。本当にそういうお花ですとかリースですとかそうお茶ですとかそういうのをご用意いただけるだけでも、ご用意いただけるだけでもそのお気持ちが十分嬉しいので、でもちろん全然そういうの用意できないよっていう方はこうやってね、コメントで盛り上げていただけるだけでも、そもそももう見てくださっているだけでもありがたいので、ぜひ気になさらないでください。本当にありがとうございます。え、じゃあお楽しみ。あ、タラスグサさん、わあ。そうなんですよ。料理配信は今後も養成通信で、今後養成通信でもしていきたいなと思ってまして、今年は。いろいろな世界を旅することがメインでしたけれど、そういう、なんでしょう、私の日常、お料理配信もそうですけれど、何かいろいろな世界を旅する、他にも何か挑戦したいとかできたらいいなっていう風に思ってます。そう、あとそうなんです、あー、歌ってみた動画もそうなんです、タサグサさんが作ってくださったオリジナルの曲も歌いたいと思いつつ、なかなかそのお時間を取れずに申し訳ないなとずっと思っているんですが、本当に出しますので、長い目で見てやってください、サビパちゃん。あ、そうなんですよ、朗読もしたいなと思って、
一番最初の頃にこんな配信をしていきたいですっていう上げていったものの中にも朗読を確か入れさせていただいてたと思うんですけど、朗読もしたいんですよね。そうなんですよね。妖精通信のこの準備をするだけでも結構時間がかかってしまう私なのに、動画となるとそうなんですよね。花言葉動画も作りたいと思いつつ、やはり花言葉動画を作るのにあたって、まずお花の妖精さんにインタビューをして、それをインタビューしたものをまとめて、まとめたものを読むのを撮って、であとお花の写真も撮って貼り付けてっていう、何あ、であと花言葉の時はその花言葉の花言葉に何でしょう、関連したクラシック音楽なども選んでっていう風にしてたのであれこれ作業時間配信した方が効率が良いのではってなってしまって、なので5分の動画を作るのに、もっともっと私の手際が良ければパッと作れてしまうんでしょうけど、3分とか5分とかの動画を作るのに、その原稿を用意する、クラシックの音楽を用意する、インタビューする、2、3時間ぐらいかかっちゃうんですよね。だからとなると、お屋敷のお仕事もあるので、メイド業務をしながらってなると、あ、毎日これ作れないってなってしまって、あとお花の妖精さんとのこの何でしょうね、時間もうまいこと作れなかったりとかして、やりたいことはいっぱいあるのに時間が足りないしょぼっていう、そうなんです。あー、そうですよね。ご自身の誕生日まで楽しみにしてね、くださってた方もいらっしゃると思うから、頑張って時間を作れるようにしたいと思います。そう、サンタさん時間ください、本当にね、時間が足りないよ1年に1本作って366年配信続ければコンプリートできる。なるほど、そういう考え方がありましたか。それはありですね。あ、でも、妖精ってどのぐらい生きられるんでしょうね。人間もですけど、その寿命のあたりがちょっと不安になってきますけれど、まあ1年に1回だとちょっと大変だと思うので、ちょっとずつ進めていきたいですね。あ、配信してくれるだけでもありがたい、そう言っていただけると本当にありがとうございます。あ、月一、あ、月1、あ、
るほど。そうなんですよね。あんまりこだわっちゃうのも良くないんですよね。でも調べるからにはなんかこう、うまいことまとめたいとか、なんかこう、せっかくクラシック音楽を聴いていただけるなら、関連付いたものがいいなとか思っちゃうので、まあそういうのをちょっとずつ省いてもいいのかもしれませんね。長生きせるなあ、勝又、久野草さん、サンタではないので時間は差し上げられませんが、代わりにスパティを差し上げます。ありがとうございます。クリスマスの、クリスマスツリーのキラキラのお星様、ありがとうございます。そうですね、タイムイズマネーとも申しますし、そうですね、なんかこう皆様から応援でいただいたお花ですとか、いろいろそういったものを配信、妖精通信でも有効活用させていただいて、少しでもこう時間を捻出したりとか、あと他の方に頼んで、こう自分のしていきたいことを実現するっていうのをしていきたいなと思っております。いつもありがとうで、ありがとうございます。こちらこそですよ。本当にもういつも思うんですけれど、リプでもマシュマロでも本当にエリクサーの方々の言葉にいつもいつも救われてて、本当に一言だけでもすごい元気をいただけますし、なかなか配信できない、メイド業務がいっぱい立て込んでいて、なかなか配信できない時でも、今日もアーカイブ可愛くて偉いみたいなそういう風にね、アーカイブも見てくださって、しかもね、そうやってコメントまでいただいたりとか、あと今日もエリちゃんのために情熱的なダンスを踊るぜ、ホイサホイサホイサーっていう風にダンスまで踊ってくださったりとか、マシュマロでね、してるマシュマロをいただいたりとか、本当にふふってなって元気が出るんですよそうだから、今日もえいちゃん可愛かったよ、大好きだよっていう風にね、言ってくださったりとか、本当に温かい方ばかりで、ありがたいですねそんな人が素敵ですね。そうなんですよいつも元気もらってますこの世界は素敵なことで溢れていますね。マシュマロってどこまでこう、なんでしょうね、ツイッターで出していいものか、ちょっと判断が難しくてなんでしょう、あまりこう、あ、さらされたって思われたりしないかなって。別に私は嬉しくって皆さんにお伝えしたいだけなんですけど、いろいろな考え方の人がいらっしゃるから、こう乗っけてもいいものかどうか、なかなか難しくて何か
質問なのでね、これこれはこうなんですかみたいな質問で答えられる質問などがあれば、ツイッターで載せさせていただいたりはするんですけれど、そういうね、ファンレターみたいにしてくださる方のは果たしてどこまで出していいんでしょうかと思って逆丸をくれる人尊敬する。いや本当に心がほっこりしますお茶出しか出せないからじゃぐさん、お茶お茶ありがとうございます。いただきます。あ、今回はあれですかね、ポネファーの針葉樹のグミを確か召し上がってらした方がいらっしゃいましたね。もしかしたら針葉樹のグミだったりするのかもしれません。あ、マシュマロは公開前提のはず。采配はイリーちゃん次第。なるほど、容赦なしに出してるライバーもいるね。あ、そうなんですね。仕事戻ります。コニファイトコニファイト、お仕事コニファイトです。いってらっしゃいまーですよー。お仕事から戻られたら薬眠ってくださいね。ふいさまふいさま方でしょうか、ダンス先輩グサさんわー大変だー、こんな夜遅くからお仕事されてらっしゃる方もねー、だから、いや本当にこう24時間どなたかが誰かしら働いてらっしゃったりするから、こう今私もこうやって配信ができてるんですよね。だってこれも妖精通信さんは YouTube さんで配信してますけど、その YouTube さんの方で何かトラブルがあったら、そのトラブルに対応してくださる方が今も常駐してらっしゃるわけで、なのでね、誰かが誰かをいつも助けてるし、助けられてるなって思います。匿名だから気にしないでね。なるほど、あー今日から冬休みだからゆっくり見れる。なるほど、ことは冬休みですか。まあそれはのんびりできていいですね。もし夜に全員休んでたら動かないからね。本当に本当にそう思います。飯休憩だ。エリーちゃんの配信見ながらご飯食べれる。わおーわー、お疲れ様ですよ。そうですよね、お昼に寝て夜にお仕事してっていう方が、いらっしゃいますからね。あ、湖の騎士ポメラングサさん、お茶とケーキのありがとうございます。大です、仕事落ちです、アーカイブ必ず見ます。わー、ありがとうございますー。ね、連続して2枠ご覧いただいてありがとうございました。クリスマスツリーのキラキラスターありがとうございます。電脳世界は現実世界以上に24時間世話しなく動いてるからね。確かに休み入れたらリーちゃんが配信してて、おいよかったです。これも明日から実家に帰省でゆっくり休める。あ、なるほど、ご実家に帰られる方もいらっしゃるんですね。あ、冬休みとか長期休暇って何？
にっていう方もいらっしゃいますね。あーお疲れ様です。あーマリモの向こう会社さん6万人おめでとうございます。エリーちゃんも体調気をつけてね。ケーキのいちご代だけ置いておきます。わーいクリスマスケーキクリスマスケーキつやつやのいちごのクリスマスケーキいっこりファンのクリスマスケーキ。わーいありがとうございます。マリモの向こう会社さん。わーいこちらもまたお屋敷のクリスマスパーティーでケーキをエリクさんの方からいただきましたっていう風にお裾分けしましょう。幸せのお裾分け最高級いちごねえいちごあーで目が覚めた。すみません夜中に大きな声を出してしまった。天皇世界の方々のことですかね。いや本当に技術者さんエンジニアの方々は本当に大変だなと思いますね。最高級なのは美人姫というブランドで一粒5万円わお、すごい一粒で、はあ、これはお姫様ですね。そうなんですね、はあ、色形艶味とかで決まるんでしょうかね。最後に食べると酸っぱってなるから先に食べる派。あ、なるほど。確かに甘酸っぱい味だけ残っちゃったりしますよね。それは日本産のいちごさんなんでしょうかね。どこで取れるいちごさんなんでしょう。いろいろあるんですね。食べ物の奥が深い。リーフ。口の中の甘味をリセットしたいときに食べる。あ、そうですね。酸味でね、結構さっぱりしますもんね。調べたらめちゃくちゃ大きくてびっくりした。あ、そうなんですね。ちょっと見てみましょうかね、私。美人姫。どんなお味がするんでしょうね。ですね、岐阜。わあ、大きい。すごーい。わあ、キラキラしてます。日本の金貨の6倍ぐらいありますけど。
おっきい、おっきい、すごい。こんなに大きくするには相当、だってね、美味しかったりしたら虫さんとかに当然食べられちゃったりしそうですし、そういう虫さんからね、虫食いのいちごさんは当然出せないでしょうから、そういったところにも手間暇をかけて丹精込めて作られてるんでしょうね。いちごダイマックス、確かにいちごダイマックスがもっと大きなの作りたいなのが草。あ、そうなんですね。んー、これは草タイプ待ったまし。確かにそうかもしれませんそろそろダイマックスしとくまあちょっと今日もうだいぶ夜中ですので、あれですかね、ヘッドドレスもオフにしましょうか。あれよいしょ。ちょっと頭のこのヘッドドレス外してきますね。よいしょ。てってこー、てってこー、てこー。なんかクリスマスっぽい、まあ虫の苗を食べてるからクリスマスっぽい感じはしますけど、なんかこう外す前に歌えばよかったですね。てってこー、てってこー、わーもうちょっと近づきましょ、よいしょ、まだ、あいへへへへへ、伸びましたね。どうして、どうして、びっくりしました今少々お待ちを少々お待ちを。
ジェナジェどうしてシュンってきましたね戻ってきました。はい瞬間移動クリバー中央無人で助かる。ケーキ食べ過ぎちゃいましたかねおかえり、ありがとうございました。ダイマーです。瞬間移動を終えました何か歌います？ブッシュドノエルに一体ブッシュドノエルに何の効果がブッシュドノエルさんの、ブッシュドノエルさんの何か魔法だったんでしょうか。そうですね。何を歌おうかな。シニアにこんなに笑わせてくれて本当に最高のクリスマスだよ。笑顔になれたならよかったですそうですね、クリスマスソング、クリスマスソング、何か歌えるのがあるかな。テチオさんが歌ってらっしゃった曲なら大丈夫なのかな。で侵食って不思議の国のアリスみたいよね。あー、そうですね。そういえばクッキーを食べて大きくなったりね、されてましたよね、アリス。とブッシュドノエル過去時空魔法プラスさんシュドノエルさんにそんな機能が。何かあるかな。そこ出てこないですね。俺もブシュドノエル食べよ。召し上がってください。ご一緒しましょう。何でも屋さんにすごいの売ってるんだね確かに何でも屋さん、何でも屋さんって実はそういう身体能力が変わったりするものを売ってらっしゃったりとかするんでしょうか。お希望王者さん、お歌ありがとう。わー、12月25日のキラいクリスマスのスター、ありがとうございます。わーい、巨大マークシステム良いのよ。巨大ま、あれ
車で巨大化は気をつけてね。確かに。まあでもお部屋に他の同僚メイドさんがいらっしゃることはないので、巨大化したら巨大化しているところを見られたりとかはしないから多分大丈夫かと。天の草さん、巨大マックス助かる、わーい、巨大マーフジュ、もっと巨大マーフジュ、わーフジュ、あおわーフジュ、近い。大きくなったから、ポッコイちゃんのティカップを持つのも一苦労。ありがとうございます。あるかな、あるかな、はい、あれ、日本名ではなかなか出ないんでしょうか。あきりかぐささ、寝て起きたらまだやってて草なので二度寝ない、およこれもまた美味しそうなネジサンズの、あー、ルーシュとチキンありがとうございます。パク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 ありがとうございます。サンタが街にやってくるじゃなくて、サタンが街にやってくる、かっこリリムパパの娘様子見。面白い。ちょっとこれリリム様にぜひ歌っていただきたいですね。街にやってくる、リリム様、リリム様もね、お可愛らしくて、もっといろいろ
お話ししたいんですけど。サンタさんが来ないことに気がついた。確かに、確かにそうですね。あのサンタさんがいらっしゃるのはあのイブの夜でしたね。だから今夜です。今まさにあの私たちのあのお屋敷のお空の上にサンタさんが来ているかもしれない。ぽよよー、何かしら歌って、何かしら歌って終わりにしたいんですけれどね。サンタは来ないけどサタンは来るから大変大変です。サンタさんならおしるこに入ってたよ、確かに。さっきあの前枠のところで入ってらっしゃいましたね。かわいいかわいいサンタさん。あ、ジングルベル、ジングルベル、ジングルベルは、ジングルベルはしまいますが、あ、大丈夫ですね。よし、この夜も大丈夫でした。ラストクリスマスはわからないかもです。今来たら合宿は距離で移動止まりました。わーい。じゃないですけど、今来てくださったことにわーいって言いました。いきなり大マックスです。うーん、ねんねんねんね。じゃあちょっと、きよしこの夜とジングルベルと、よかったです。おみょーまよ、あー、あれ、あ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 、大丈夫でした。変わってん、書いとかないと忘れてしまう。きよしこの夜、ジングルベル、バーテンパンの三角コース、ちょっと歌詞を文献で調べますね。そうですね、今
のアカペラになりますが、クリスマスソングをすぐ歌えそうなものを。寂しい、ちょっと待っちゃった人もおる。あ、生きて生きて生きてください。原作者の自撮り、文献を、文献を調べてる時の、あ、どうしてもあの、下で本をパラパラして、魔王、こんな夜中に魔王を歌ってしまったら、大変なことに。歌うときはすくみずにならなければ。エマさんですね。おいかい、まあ、とりあえずこの3つですかね。歌詞が出てきました。日本語でいきましょう。ラストクリスマスは歌えるところと歌えないところがありそうな気がして、ラストクリスマス、クリスマスに魔王を歌ったら伝説や、伝説になりたい。伝説になりたいですが、後で記載させていただきます。ありがとうございますね。え、素敵な絵をありがとうございます。あ、よしとクリスマス、これかな。あ、歌えますね。ですか。ララ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 。あ、調べてないのに歌ったら大変。太鼓、太鼓はむしろお正月ではクリスマスでしたっけ。途中まででよろしければラストクリスマス少し歌いますね。あ、ジングルベル歌うの楽しいでしょ。ね、これ絶対楽しい。それから、あ、じゃあもう少しで準備ができますので、もう少々お待ちくださいね。4分3秒。
33秒は4分33秒はなかなか難しいですね。あの相当な技術力がないとでもバーチャルライバーの中で4分33秒33秒をされていらっしゃる方はおそらくいらっしゃらないでしょうから、挑戦してみたい曲ではありますね気になる方は4分33秒で調べてみてくださいというか私いつぞやの配信で10分なんとか何秒をしてましたねあ、でもあれはお話ししていたから、お話ししていたのが聞こえてなかったということなので、まあ、ちょっと4分33秒とはまた違ったジャンルの作品になりますでしょうかね。もう幼稚、本当ですね。大変、パーティーもあるのに、そしたら、まあちょっと 3.5 曲歌いましょう。少々待ちよ。あともう少々待ちよ。じゃあちょっと途中までしか歌えないですが、まずラストクリスマスをお送りします。の準備終わりましたか？我々草も必要ですか？ありがとうございます。お気遣いいただきまして、準備は大丈夫です。こちらで行いますので、エリクサの方々はご招待される側なので、お手伝いさせるわけにはいきませんので、全然もう。ドーンと構えていてください。BGM どんなんだったか忘れてしまったので、なんとなく、はい、ほにゃほにゃほにゃ、 Last Christmas I gave my heart But the very next day You gave it away This year To save it for years 言えてない I'll give it to someone specialLast Christmas, I gave my heart But the very next day, you gave it away This year, to save it for tears I'll give it someone special あい！ここしか歌えません。はい、ラストクリスマスでした。はいそれから、じゃあ、ジングルベル行きましょう。はいはい、歌を聞かれた。細かいチュッパッチャ、しょめましょう。嬉しいです。ありがとうございます。わー、ローストチキン。おいしそうなローストチキン。天の草さん、ありがとうございます。はあ、じゃあ、もわもわ。わー、テレビ草さん、リクエストをお答えいただいてありがとうございます。素敵なラストクリスマスでした。ありがとうございます。ちょっと発音がネイティブではないのが、ご容赦ください。ありがとうございます。水色の花。それでは。あ、シャン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 。ジングルベル、ジングルベル、シュッチュッカーナルー。シュッチュッカーナルー。
ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。森に林に響きながら、走れそりよ。風のように、雪の中を、軽く早く、笑い声を、雪にまけば、明るい光の花になるよ。はい、ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。卒のリズムに光の輪が舞う。ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。森に林に響きながら。ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。卒のリズムに光の輪が舞う。ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。森に林に響きながら、走れそりよ。丘の上は、雪も白く、風も白く、歌う声は、飛んでゆくよ。輝き始めた星の空へ。はい、ジングルベル、ジングルベル、静かなる。卒のリズムに光の輪が舞う。ジングルベル、ジングルベル、せっかくなる。森に林に響きながら、はーい。ジングルベルでした。おいた。おいた。お。はあ、おこちゃん美味しいです。あと、きよしこの夜と、あわてんぼうなサンタクロースさん歌いましょうね。よいしょ。あ、大丈夫ですよ。はい、歌って大丈夫かどうかを、調べて歌っておりますので大丈夫でーす。寝てたら大音量でサンタが来た。あ、いた。このぐらいかな。もっと、もっと、もっと。あいた。あいた。あ、ちょっと離れました。あ、もうちょっと離れた方がいいかな。はい。あいた。はい。こんな感じですかね。あと最後の一口をいただきましょう。
よりしろ間違えちゃったかな。ありがとうございます。残しとく派か気分によります。もう朝ですね。ではまた旅歌を歌います。この夜でした。では最後に、これ慌てんぼうのサンタクロースさんを先に歌って、きよしこの夜で皆さんと皆さんと一緒におやすみなさいすればよかったですね。またあの賑やかになっちゃいます。パチパチありがとうございます。わー。今日のお入りはブッシュドノエル過去完食うつみだぜ。確かに美味しくいただきました。まだちょっとお紅茶残ってますので、ごちそうさまは最後にしましょうね。懐かしくて泣いちゃった。わー、よかった。少しでも感動とか癒しをお届けできたなら嬉しいです。もうサンタクロースさんは天望じゃないんだよな。確かに。逆にもうもうそろそろ朝になってしまうから、
慌てないとむしろ大変。うん、ではでは最後にお送りしますのは慌てんぼのサンタクロースです。これもちょっとどんな前奏か忘れ、あ、チャン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 。慌てんぼのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ金を。リンリンリン、リンリンリン、リンリンリン。慌てんぼのサンタクロース、煙突のぞいて落っこちた。はいたたどんどんどん、はいたたどんどんどん、真っ黒黒けの顔。どんどんどん、どんどんどん、どんどんどん。慌てんぼのサンタクロース、仕方がないから踊ったよ。楽しくちゃちゃちゃ、楽しくちゃちゃちゃ、みんなも踊るよ僕と。ちゃ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 。慌てんぼのサンタクロース、もう一度来るよと帰ってく。さよならシャララン、さよならシャララン、タンブリ鳴らして消えた。シャララランシャララランシャララララン。慌てんぼのサンタクロース、愉快なおひげのおじいさん。リンリンリンチャチャチャ、ドンドンドンシャララララ、忘れちゃダメだよおもちゃ。シャララリンチャチャチャ、ドンシャララン。はい、ありがとうございました。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録ボタンポチー、それからグッドボタンポチー、それからベルマークボタンポチー、よろしくお願いいたします。最後にいただいたスパティをご紹介して終わりにしたいと思います。ありがとうございました。あーよ、ピグサさん、パチパチパチ、ありがとうございます。わーい、パチパチパチのミラリのクリスマスレイさん、ありがとうございます。わー、グッデン、グッサさん、シャンシャン、シャンシャンシャン、シャン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 って、シャンシャンシャンっていうことなんですかね。シャララララ、シャララララ、シャララララ、ありがとうございます。わー、サンタさんとプレゼント嬉しい。おきぼぐささん、本当ありがとう。こちらこそ楽しかったです。あ、12月25日のクリスマスツリーのスタートありがとうございます。宣布時間料ありがとうございます。あ、クロクサさん、アカペラありがとう。こちらこそ楽しかったです。緑のクニパーのクリスマスレースありがとうございます。さてと、さてさてさてと、よいしょ。はいや、あ、シャウシャウとフリグサさん、大竹家でいいクリスマスになりました。わー、よかった。クリスマスツリーのキラキラお星様ありがとうございます。楽しかった。最長の子供草さん、久しぶりにクリスマス仕事以外で過ごせました。ありがとうございました。よかったです。クリスマスのリンスありがとうございます。それからそれから、およ、こちらが、あれあれ、あれ、お、あよよよよよよ、見えない、なぜ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 
じなじ。これを。こうする。あ、見えました。よいしょ。カブトムシグサさん、ミリクリ、楽しい時間をありがとう。こちらこそ。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ミニルの花ありがとうございます。カズマタヒサノグサさん、まだまだこれだ。まだまだこれからだけど、良いクリスマスだった。わー、そう言っていただけて嬉しいです。ミズイラのお花、ありがとうございます。おにゃ、うわー、あー、一番最初に雪とマグサさんが、情熱的な大きなクリスマスケーキくださってます。わー、ありがとうございます。おやすみ、良いクリスマスを。あー、そしたら、多分アーカイブでご覧くださっているんでしょうか。アーカイブご覧になってくださっていたと信じてご覧くださってありがとうございました。いただいた情熱的な美味しそうなクリスマスケーキをクリスマスパーティーに幸せのお裾分けをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、起きちゃったすみません騒ぎすぎました。でもありがとうございます。ゆきたまぐささんも良いクリスマスですよ。ありがとうございます。情熱的なクリスマスケーキはーい。クリングサさんも情熱的な美味しそうなイチゴの飲んだクリスマスケーキ、本当にありがとうございます。あ、トカゲトカゲグサさん、お歌ありがとう。エリークリスマスわーい。クリスマスリーズありがとうございます。もうコニファーではなくてよ、何か隠されてたりするんでしょうか。読み取れずすみません。何かあったら、なんだったか教えていただけたら嬉しいです。あ、カルディアクラシーディグサさんもありがとうございました。夢の中から情熱的なケーキ、クリスマスケーキ、ありがとうございます。こちら。お読みしましたかね。雪草さん、メリカリエリー。お読みしたような気がしますけど、ありがとうございます。クリスマスチーのキラキラお星様、あれ、雪草さん、エリーのおかげで幸せでした。いや、これからも幸せになります。わー、これからも幸せになってください。幸せのお裾分けをいたします。私もいっぱいいっぱいありがとうございます。クリスマスリーズクサエネルギー、クサさんもすごい、2つ連続の情熱的な美味しそうなツヤツヤのクリスマスケーキありがとうございます。いいクリスマス、本当に6万人達成もありがとうございます。あ、ティケイチカグサさん、出遅れました。遅い時間ですが、良いクリスマス。ここにはあの緑のお花ありがとうございます。マリモナマコグサさんも本当にいい子にはへへ、きなイチゴの乗ったクリスマスケーキありがとうございます。あー、金賞シュンマイグサさん、起きたらエリーサンタからのプレゼント過去アーカイブが大滝くんの楽しみ、わーいわーい、ありがとうございます。これは米粉を使った美味しそうなクリスマスケーキでしょうか。ありがとうございます。アカペラなんですけれども、よろしければクリスマスのお供になったら嬉しいです。
嬉しいです。あ、トカゲとカゲグサさん、住所間違えた。大丈夫です、コニファーということで受け取っておきます。ありがとうございます。いただいてるのは今回もちょっとお読みできなくて申し訳ないんですが、またあと配信でご紹介させていただきますので、年内までにはご紹介したい、できるかな、頑張ります。せっかくいただきましたのでね、ありがとうございます。2V グサさんですかね。これでお心大きなく成仏できそうです、ありがとうございます。およよ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 、成仏成仏、およよ、いいことなんでしょうか。二次三次のローストチキン、ありがとうございます。そしてこの、多分このお花の色と合わせてくださったんですよね、アイコンさんと。たまたまなのかな、ありがとうございます。あ、お花の種類がわからない、お花の妖精なんですけど、あまりちょっとお花いっぱい詳しかったりは、勉強中の身であまり詳しくなくてすみません。多分あれですかね、花言葉とかも意味があるような気もするんですが、ありがとうございます。神で訂正してきて。本当にそうですね。それから、大丈夫な春、読み上げ、おたき上げ、読み、あ、おたき上げという文化もありますよね。面白いですよね、日本って。これもつくも神様とかの供養とかだったりするんでしょうか。ちょっとまたいろいろ調べてみたいですね。ありがとうございます。あ、あー、トカゲトカゲグサさん、もう一度捧げます。エリークリスマス、わーエリークリスマス、ありがとうございます、嬉しい。こんにちは、のクリスマスです、ありがとうございます。あ、カビーグサさん、おやすみ、夢のようなクリスマス。あ、何でしたっけ、読み方が、これ、シェン、あれ、宣言カイル、合ってます。中国語ですよね、多分。宣言カイル。頑張って勉強します。ありがとうございます。おやすみなさいませ。良い夢を。ではでは、本当にやっぱりちょっとだけって言っただけなのに。長くなっちゃいますね、私。でも皆さんとゆっくりお話できてとっても楽しかったです。あ、エリーグサさん、エリーちゃんのおかげでとっても素敵なクリスマスになって、ありがとう、こちらこそです、ありがとうございます。こんにちは、クリスマスです、ありがとうございます。上手上手、嬉しいわ、やった。嬉しい、ありがとうございます、カビグサさん、やった。中国語でメリークリスマス言えるようになりました。ちょっとだけ、かっこ2時間助かった。で、確かに2時間もお話ししてますね。ユニセラグサさん、最高のクリスマス、ありがとう、みんなと過ごせて嬉しかった。ではでは、朝まで仕事行ってきます。大変、眠、あ、大変、あ、もう睡眠時間なくなっちゃいましたか。あ、わわわわわわわ、じゃあお仕事終わったらいっぱいいっぱい眠ってください。カニファーのクリスマスリーズ、ありがとうございます。ユキグサさん、賢い距離助かる、おやすみなさい。
がとうございます。クリスマスのリーズありがとうございます。あ、そう、あの、もしクリスマスボイスまだ買ってないという方はぜひ今日一緒に、あの、今日の様子をあのボイスに収録してきたので、あの、ぜひぜひぜひクリスマスボイスを聞いていただけたら嬉しいです。一緒にクリスマスパーティー過ごしましょう。よろしくお願いします。それから、それから、なんと、もう今日が25日ですので、明日26日になんと、あの、ホームブティックさんの増刊のブイティックボリューム5に私の記事が載ります。もうここでしかお話ししてないところ、あのことですとか、あと書き下ろしのイラストもあるんです。私が書き、あの、書いた、書き書きしたイラストもあるので、ぜひぜひぜひ、あの、手に入れていただければと思います。よろしくお願いします。今日まで待ってた、わーすごい我慢強い。でも、あの、クリスマス先取りで聞いてくださった方もありがとうございます。クリスマスボイス良いぞ、ありがとうございます。最高でした、ボイス最高でした、嬉しい、ありがとうございます。あと3時間で帰れるはず、お気をつけて。そうなんですか、き、あらしい。私が初めて書いたものなので、これ以上は言えないかな。ぜひぜひお楽しみにです。ボイス今日買うし、 VTech も買うよ、楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。私何回も聞いちゃった。嬉しいです。ありがとうございます。そうなんです。のページ自体もすごい、あの、ツイッターでもつぶやきましたけど、ページ自体もエレガントな、あの、色合いとかのデザインになってて、すごくお気に入りなんですよ。コニファーワールド全開ですのでお見逃しなくです。あ、そうそうそう、そうでした、プリーズサブスクライバー、プリーズ、あ、プリーズサブスクライバー、プリーズフォローミー、 Thank you for watching、 シェシェ、メルシー、ありがとうございました。そうだ、忘れていた、レンキグサさん、ありがとうございます。こっちまで嬉しくなる、嬉しい、そう言っていただけて本当に嬉しいです、ありがとうございます。素敵なチラシ、明日お楽しみにします。クリームワールドなんかの噂みたい。確かに語呂がいいですね。では、もう4時半になってしまうので、この辺りで失礼したいと思います。本当に最後までありがとうございました。6万名様達成も本当に本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは、おやすみなさいませの方はおやすみなさいませ、それから、これから行ってらっしゃいの方は行ってらっしゃりまーです。あ、そうだ、ごこちゃんも最後までいただいて、はい、ごちそうさまでした。ではでは、ありがとうございました。またね。
草なんだ。